はい、こじらせ軍団マスタルト、ゴロちゃんです。画面外が今一人いるみたいですね。はい、じゃあ前回やってみた TikTok で話題のチリトマトライスぶっ飛び飯、我らが名付けたぶっ飛び飯の続編で、とりあえずスーパーとコンビニとかに売ってるやつを買い揃えてみました。今日はまあ正直ね、一回で米1合食うんでそんないっぱい食えないんで、大食い企画じゃないんで、とりあえず1個、前回トムヤムくんとかしたけど、どうします？トムヤムくんでいいですか？いや、まずちょっと予想してみる。美味しそうなの。いや、だから間違いないのはもうチーズカリーでしょ。いや、まあそうだよね。これはチーズカリーと味噌は間違いないやん、もう絶対。そうだね。ここら辺は絶対美味しい。と俺は思う。まあこれでまずかったらいい。まあこれも、カレーもそうでしょうね。まあ普通のカレーもね、美味しいだろう。もう俺はあと、まあ、今日やっぱこれやろ。トムヤムくんいいと思うよ。トムヤムくん絶対美味しくないと思うんだよな。いや、あとね、何がダメって全部多分薄いと思うんだよね。シーフード、醤油、塩は。まあ、豚骨は、あれ、意外に食い終わった後に米入れてもうまいから。俺これ食ったことない。で、これも、豚骨自体、カップヌードルの豚骨自体を食ったことないけど、なんか豚骨のカップラーメンとかで。そう、いや、薄いだろ。なんかイメージ薄いよ。え、結構うまいけどね。まあ、じゃあとりあえず今日はトムヤムくん。前回のが、とりあえず暫定1位のチリトマト、ゴロちゃん採点6点、うん、それでまあそれをまずトムヤムくん超えられるかどうか、まあ、チーズカレーが1位だろうな、おそらくね。予想はまあチーズだから、チーズカレーを最後にやろうね。あ、そう、まあ、いや、とりあえずトムヤムくんやって、次はまあ代表のやっぱ普通のノーマルやって、まあ食べ先はチーズカレーやってもいいけど、まあ適当にちょこちょこやってみましょうか。多分チーズカレーをどっの最その撮影日の最初にやったら、もう他のは多分美味しくなくなっちゃう気がするから、全部。そんなことないよ。まあまあまあ、じゃあとりあえず今日はトムヤムくんがやっていきます。やっていきましょう。よし、レッツゴー。はい、炊けました。完成。トムヤムくんぶっ飛び飯オープン。オープン。はい。おー、ああ、うん、なんか匂い、あ、すごい曇っちゃった。はい。あ、はいはい。ああ、はいはいはい。剥げてますね。で、これは、なんか付属でついてた、トムヤンペースト？トムヤンペーストを上からかける。うん。これやっぱ後入れがいいと思うから、後入れにしました。辛いのかな？多少そうなんじゃない？コチュジャンみたいな感じなのかな？えい。はい。じゃあ混ぜて、よそいましょう。絶対これ味さ、固まるよね。混ざりきらんよね。っていうか先だったんじゃない？でも水分ないからもう混ざんない。あ、でも、めちゃめちゃトムヤムクの匂いしてきた。あー、きついわー。これ。これよ、トムヤムクが。はい。完成。これがトムヤムクバージョンのぶっ飛び飯。さあ、食していきましょう。これちょっと辛いよ。いただきまーす。まーす。あ、全然炊けてんじゃん。うん。米大丈夫だね。うん。味はめっちゃ美味しくないけど。あー、やばいな。あー、そこそこ辛いね。うん。匂いがダメだ。味、する？する。いや、味っていうか匂いが。辛さと匂いが。辛さはいいんだけど。いや、味は大丈夫だ。結構匂いが強烈。うん、きつい。でもこういうもんじゃん。トムヤムくんはね。うん。そうなんだ、ね。こういうもんなの。もともと好きじゃないからでしょ。そう。分かってんね。こういうもんだって。で、好きな人からしたら絶対チリトマトよりうまいんだろう。ちゃんとしてるなっていう感じはある。うん。これは別に、うまいよ。なんだよ。じゃあ食べ始めようか。ほんといらないんだよね。いただきます。でも味はうまいよ。ほんと？うまいけど、匂いがいらない。いや、全然いいよ。いや、辛さはね、おいしい。これ匂いがな、きついわ。うまい。これ。で、パクチー食えないでしょ？うん。嘘じゃん。これパクチーなんてしないよ。してるよ。してないよ。匂いがパクチーやもん。ナンプラーじゃない？
まあ、ナンプラーもあるけど。うまい。じゃあ、とりあえず、採点をお願いします。ゴロちゃん採点。採点はね、うまいんだけど、うん、味がもっと欲しいんだよね。だから、好みで。あれ、前回のは、6点。6点だった。うん。でも、今回のが米がよく食べてんだよね。うん、それはだから、辛かったんだよね。これは食える。いや、それはお前らのさ、炊き方や。前回のも好きだったけど、これ、ちょうどいいんだよ。ちょうどいいんだよ。確かに、ちょうどいいんだよ。米の感じはね。うん。これ、評価点あるから、うん。6点。ってことは、その評価がなかったら、下だったってこと？チリトマトの方がまだ好みだったってこと？味だけで言ったら。チリトマトは、薄かったんだよね。一緒言ってよ。一緒。まあ、これもそうなんだけど。ちゃんと米が炊けてたこの状態でチリトマトを食べたんだったら、うん、俺はチリトマト6点、うん。そうだよね。だって監督前回4点だったもんね。うんうん、で、監督、これは何点なの？これが6点でしょ？あ、違うか。これ、まあ、5か。4かな。あ、そう、4か。いや、うん、チリトマトの方が上よ、うん、正直。あ、味はね。うん。まあ、好みなんだろうね。もう、そう、特に、なんで2回目にこんな特殊なのやったんだって話になるけど、特殊だからね。あ、そう。あの、やっぱ好き嫌いが分かれるというかさ。ジャパニーズフードじゃない、ね、じゃないからさ、そう。でも、だから、その、トムヤムくんとかが好きな人とか、辛いのが好きな人は、うん、チリトマトよりこっちの方が美味しいかもしれない。あ、でも普通に食えたから5かな、やっぱり。まあ5だね。うん、俺は、まあ一応、米が良かったから6にするわ。だから、5でしょ。いや、違う違う、6。それは含めた上でだから。で、チリトマトは良かった前提にして。うん、いや、それはもう、変えらんないよ。もう、まあでも、まあ、定順位としては、チリトマトの下ですね。2位でいいですね、じゃあ。まあ、だってそうでしょ、点数でいいよね。いいよ。ね。いいよ。じゃあ、そうしましょう。暫定2位ですね。残念ながらチリトマトには届かず。まあ、うん、まあ、TikTok で流行ってるからね、チリトマト一応ね。うん。うん。じゃあ、それには叶いませんでしたということで。うん、じゃあ、私、ともやまくん好きだから、ぜひやってみたいと思った人は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またねー。